バーツラフ・ターリヒは、チェコの指揮者。ターリヒはドイツ語読みであり、チェコ語読みでは、タリフとなる。モラビアのクロムニエジー州生まれ、バイオリニストで作曲もした父の教育で幼い、頃からバイオリンを学び、10歳の時にはすでに父の、所属するオーケストラでバイオリンを弾いていた。1897年に、プラハ音楽院に入学、オタカルシェフチークにバイオリンを指示した。 1903年に、同音楽院を卒業すると、アルトゥール・ニキシュの推薦を得て、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団のバイオリニストとなり、コンサートマスターに就任した。しかし、ニキシュの指揮に魅了されたターリヒは、その地位を辞任し、指揮者を目指した。1904年、オデッサ私立管弦楽団でバイオリニストを務めながら、指揮の勉強をし、同年にこのオーケストラを指揮して指揮者デビューした。 これ以後は、式に専念し、1905年から1907年まで、ルブラーナフィルハーモニー還元楽団の指揮者を務めた。1908年からは、スロベニアフィルハーモニー還元楽団の常任指揮者となるが、その職務の合間を見ては、ライプツィヒゲワントハウス還元楽団の 主席指揮者であったニキシュの元を訪ね、その指揮法や音楽理論を吸収していった。1912年から1915年までプルゼーニュのオペラ指揮者を務めている。ターリヒがチェコフィルハーモニー管弦楽団の指揮台に初めて登場したのは1908年の野外コンサートであった。1917年、1918年と相次いで指揮する機会を得、 特に1918年10月30日のスークの夕べで大成功を収めた。この成功により、この年のうちに、チェコフィルの自席指揮者、翌1919 19年には、同オーケストラの主席指揮者に就任した。ターリヒは、チェコフィルでの職務の傍ら、プラハ音楽院で教鞭を取り、1931年から1933年には、 ストックホルムフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者を兼務しており、プラハを一時留守にしている。さらに1935年からは、プラハ国民劇場の音楽監督を務めるなど、多くの激務を抱える身となり、1941年にチェコフィルでの地位をラファエル・クーベリックに譲った。第二次大戦後はチェコ室内還元楽団を創立し、 またスロバキアフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者を務めた。1961年、チェコのベローンで死去した。チェコフィルハーモニー還元楽団を現在あるような国際的なオーケストラにまで高めたのはターリヒの功績であると言われる。それまでヨーロッパの古い街には必ずある地方オーケストラの一つに過ぎなかったチェコフィルは彼の訓導を受けてその実力を高め、 著名な指揮者や独創者が客演するようになり、聴衆の字幕を弾くようになっていった。ターリヒが指揮するチェコフィルの演奏するドボルザークを聴いたエフゲニーム・ラビンスキーは、その素晴らしさに感嘆し、その後ドボルザークを演奏しなかったという。ターリヒの演奏は、スラブ風の野手を残しながらも、ニキシュ流の明朗さと気品を持っていた。ドボルザーク、 ヤナーチェクやスメタナの演奏の録音が残されており、耳にすることができる。教育者としてもターリヒは、優れた人材を多く輩出しており、主な弟子にカレル・アンチェル、バーツラ・フヌイマン、チャールズ・マッケラスらがいる。ありがとうございます。